三条市の石神というところに来ております。まあね、三条市といえばやはりカレーラーメン、そしてカレーラーメンといえばこちらです。ドン、出ました、大衆食堂まさひろ。三条まで来てね、まさかのアポなしでございます。あ、こんにちは。少々お待ちいただけますか。あ、はい、どうぞ。申し訳ありません。あ、どうぞ。そうなりますよね。失礼いたします。あ、すいません。あの、お忙しいとこすいません。あの、はい、新潟 TV というものなんですけども、はい、ちょっとあの撮影をさせてもらえないかなと思いまして、はい、来たんですけども。今、店長に聞いてきます。お待ちいただけますでしょうか。わかりました。はい。少々お待ちください。チャキチャキした。そうですね。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、どうぞとも聞こえました。ありがとうございます。はい、ありますこちらのお店のおすすめメニューは何ですか。カレーラーメンになります。ですよね。はい、ちなみにそのこちらのまさひろさんのカレーラーメンの特徴みたいなのって何かあるんですか。最初食べた時少し甘く感じますけど、召し上がっていただくうちに辛みがこうどんどんと迫ってくる感じがすると思います。わかりました、ありがとうございます。ちょっと後で注文させてもらいます。はい、よろしくお願いいたします。お忙しいとすいません。本当に忙しそうだ。店内ですけども、まずこちらですね。こちらにカウンター席が6席ありますね。ボックス席がここに3つあるのと、さらにこっち、あ、ここに4、5、そしてですね、6、7、8、お座敷が3席あります。さあ、ということでメニューを紹介したいと思いますね。あ、ザルラーメン、ザルそば、ザルうどんとかね、丼物もだいぶこう充実してる感じなんですね。カレーラーメンとカレーラーメンセット、ライスがついてるんですね。すいません、お願いします。カレーラーメンをやっぱりお願いしたいなと思うんですけど、はいはい、やっぱライスとね、カレーラーメンの相性良さそうなんで。そうですね、はい、じゃあライスのセットでいいですか。カレーラーメンセットでよろしかったですか。はい、よろしくお願いします。はい、お待ちください。ありがとうございます。お、来た来た来た、お待たせいたしました。カレーラーメンセットでございます。わわわ、はい、どうぞ。おー、すごい、ありがとうございます。本当にカレーだ、すごい。サブちゃん、はい、来ましたね。いや、来ましたね。いや、もうエプロンも準備万端ということで。確かにね、 T シャツ汚れちゃうからね。いや、そうですよ、大事ですよ、これ。どうやってくっついてんすか、これ。え、これなんかテープでつける、両面テープみたいなのでついてんだ。はい、すごい。じゃあ、いただきます。結構とろみのあるカレーなんですね。そうですね、サラサラしてるイメージ、うん、すごい。おぉ、まろやか。辛さというよりは結構甘みがあって食べやすいカレーですね。カレーがめちゃくちゃ絡んでる。うん、あ、めっちゃ絡んでます、これ。ご飯と違ってカレーをすするっていうのがすごい新鮮ですね。具がすごいね。いや、ゴロゴロしてますよ、これ。カレーだね。カレーですね。うん、ホクホク。あ、人参もいっちゃう？お、いった。甘い。素材の味がね、うん、それだけゴロゴロ入ってたらそうだろうね。あれ、ふーちゃん、え、何すんの。いや、これカレーライスの構えですよ。わわわわ、これは美味しいでしょ。うめえ。カレーラーメンもカレーライスもダブルで楽しめますね。なんか最初甘口かなって思ってたんですけど、結構後味が辛い感じですね。おお、店員さん言ってたな、そういえば。そのようなこと言ってた。あ、そうなんだ。いや、食べたね、ふーちゃん。麺食べちゃいました。で、まさかと思いますけど、これライス残したわけじゃないですよね。そんなわけないじゃないですか。じゃあ、どうぞ。やりたいように。いいですか。はい。
やるよね。いや、これは最高の食べ方じゃないですか。うめ。あ、ごちそうさまでした。はい。店長さんっていらっしゃいますか。はい、あ、はい、どうも。店長さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。はい。ちょっと最後に、はい、もし可能ならで全然いいんですけど、はい、新潟 TV を見たっていう方がいたら、なんかサービスしてもらえたりとかしませんか。全然もう可能ならでいいです。わかりました。何でもいいです。はい、じゃあトッピング煮卵をサービスしましょう。え、いいんですか。はい、じゃあ新潟 TV を見たで、はいはい、トッピング煮卵をサービス。はい、ありがとうございます。はい、すみません、突然で大変失礼いたしました。はい、ごちそうさまでした。ありがとうございました。